ジェフリー・ジェイコブ・エブラムスは、アメリカ合衆国の映画プロデューサー・クリエイター、テレビプロデューサー・クリエイター、ドラマ、映画監督、脚本家、俳優、作曲家。通称、JJ ・エブラムス、アクション、ドラマ、サイエンス・フィクションといったジャンルの作品で知られている。映画では、パラマウント映画、テレビドラマでは、ワーナー・ブラザース・テレビジョンと関係が深い。ニューヨークで生まれ、 ロサンゼルスで育ったユダヤ系の血を引く。父親はテレビプロデューサーのジェラルド・ W ・ A ・ブラムス。8歳の時に祖父に連れられてユニバーサル・スタジオを訪れ映画制作に興味を持つ。サラ・ローレンス大学に進学。映画界での最初の仕事は作曲で16歳のトキ・ドンドーラーの魔獣聖人ナイトビーストの音楽を手掛けた。 大学4年生の時にジルマズルスキーとチームを組んで長編映画の脚本を書き上げた。これをタッチストーンピクチャーズが買い上げ、それに基づいてチャールズ・グローディンとジェームズ・ベリューシ出演のファイルファックス・トラブル手帳で大逆転が制作された。続いてハリソン・フォード主演の心の旅の脚本を書き、メルギブソン主演の フォーエバー・ヤングジュを超えた告白では脚本に加え、制作葬式を務めた。制作ジェリー・ブラック・アイマー、監督マイケル・ベイの1998年の映画、アルマゲドンでは、脚本で参加。同年、初めて、テレビドラマに進出し、フェリシティの青春を制作。このシリーズは、ザ・ WB ネットワークで4シーズンにわたって、放送された。制作葬式と、 脚本だけでなく、テーマ曲の作曲も手掛けている。2001年、スリラー映画、ロードキラーの脚本、制作を務め、制作されなかった、スーパーマンの映画脚本も書いた。2001年、ブライアンバークと共にバッドロボットプロダクションズを立ち上げ、ABC で、エイリアスや、ロストを制作。ロストでは、パイロット版では、脚本、監督、 第3シーズン初回では脚本に参加した。フェリシティの青春と同様、エイリアスとロストのテーマ曲も作曲した。2005年、エイリアスの大ファンであるというトム・クルーズが M.I.3 の監督に招き、映画監督としても活動開始。2006年には ABC にて恋するブライアンの制作葬式を務めた。サンディエゴで2010年7月に開催された、 コミコンインターナショナルでのエイブラムス2007年テッドカンファレンスで講演2008年怪獣映画クローバーフィールド破壊者を制作2009年 SF 映画スタートレックで監督を務める2008年 FOX の SF ドラマフリンジフリンジで制作葬式脚本を務めテーマ曲を作曲している 2009年の MTV ムービーアワードの会場で、アンディ・サムバーグとウィル・フェレルと共に1980年代風の Cool Guys Don't Look at Explosions を演奏。a ブラムスはキーボードを担当した。2010年9月から NBC で制作葬式を務めた Under Cover が放送されたが、同年12月に打ち切られた。スティーブン・スピルバーグとブライアン・バークも制作に、 参加したパラマウント映画のスーパー8、スーパー8で監督、脚本を務めた。2012年映画スターウォーズ、ホースの覚醒の監督に決定した。2019年12月20日公開のスターウォーズ、スカイウォーカーの夜明けでも脚本、監督を務める。2020年から所属のバットロボットの映画制作契約がパラマウント映画から ワーナーブラザースに変更することが決まった。これで、ワーナーブラザーステレビジョンと共にバッドロボット作品をワーナー独占で手掛けることになる。ケイティ・マグラスと結婚し、息子二人と娘一人を設けている。ロサンゼルスのパシフィック・パリセーズ在住。民主党に献金している。ビル・クリントン、バラク・オバマ、ビル・ブラッドリー、ジョン・エドワーズ、ヒラリー・クリントン、ハリー・リード、 ラスファインゴールド、ティム・ケインといった政治家のキャンペーンに寄付している。新日家としても知られており、日本文化やポップカルチャーにも造形が深い。ありがとうございます。